はい、どうも皆さん、こんにちは。鬼頭です。道をね、敷いてみたんだけど、足りませんね。丸一がちょっとね、途中までで尽きちゃったんで、もう、あと半、道のり的にはあと半分ぐらいかな。半分もないぐらいかもしれんが。あ。一個穴開いてた。道のり的には、まあでも半分ぐらいか。だからもう、あと10スタックぐらいか。前回までで、こんだけ集めたっつって、確か10スタック弱だった気がする。それくらい、またちょっと集めに行こうと思います。あそこに、あんなとこにお船あんの？ めっちゃ登っとるやん。じゃあ、また余計なものは置いといて、まあ、目標10スタックだから10スタック分のスペースがあればそれでいいはず。さっきのめっちゃ登ってたお船を見に行こう。宝箱。どれどれ。まあ、これといって魅力的なものは、なさげだけど、マジで何もなさげだ。何もない。ここはへこんでるだけか。ミサも。こっち側をあんま見てなかった気がする。この枯れ木がめっちゃ生えてる。こんな生えてたっけ？
内側は特に何にもないのかね。何もないの。あ、ていうかもう向こうもあるやん。あの地図を持って歩かなかったから。メサの全貌っていうのをちゃんと見てなかったのに今気づいた。この辺か境目。モンスターはスルーしていきます。ぐるっと。ああ、この辺とか。なんか入れるね。わあ、モンスターがいっぱい。バイ。めっちゃ寄ってくるな。後ろにも。弓矢を回収しとく。そんなに深くまで続いてるわけではない。あ、松明。行き止まり。止まりか。枯れ木やっぱ多くね。
よし、これで一応メサの全貌を。やっぱ小さめな感じは。っていうか、これ何？初めて見る素材な気がするぞ。何？赤い砂岩。こんなんあったの？ここもいい感じに掘れそうな。丸石。目標丸石10スタックだからね。メサの全貌とかって言ってる場合じゃないんだった。積極的に丸石集めていかんと。うわ、ちっちゃいのが。いや、遅れ。丸石、ああ、お船とか寄り道してっからすぐ。丸石を優先的に集めるべきなんだけど、つい、探検したさも抑えられない。
なんかいっぱいいるよ。あ、もう時間半分過ぎてる。全然集まっとらんや。金とか掘りたいもん。せっかくメサ掘ってんだから。そこで何をしているんだ。またいっぱい来た。いっぱいいっぱいでもないな。だいぶ降りてきた。また深層岩がいっぱいって感じになったらもう引き上げようと思うんだけど。まだ大丈夫そう。丸石。
インベントリ10個空いてればとかって言ってたのが、お船行ったのがな、なんかいらんもん持ってきちゃったな。またなんか広いところに来ちゃったよ。来ちゃったけど、潜らない。誰？あそこが分かりやすくて助かる。スケさんは何で寄ってくるのかね。常に離れたところにいてた方がいいんじゃないかとアドバイスしたくなるけど。広いな。エンダーさんがめっちゃちょろちょろしてる。今、丸石どれくらい？ 1、2、3、4、5、6、7、8。ギリギリ。ギリギリ足りないぐらいかな、今。お、続いてる。続いてる。続いてるっていうか、ぐるっと回っただけか。この柱の周りをぐるっと、柱？ぐるっとしただけですね。
かぼちゃいらん。さあでもだいぶ12345678910スタックよし、これで帰ろう。帰り道わからんけど、とりあえず上に上がればいいだろう。こっちはいけない。も行き止まりだけど、今、ああこの辺ね、今この辺にいるのね。普通に上に向かって上がってしまえば。丸石も溜まって一石二鳥。ああ、海だったか。海じゃなかった。ただの水場だ。あ、見えた。よし。なんとか今回これで丸石が足りるんじゃねえかなと思うけど。ああ。登らせてくれ。よし。いやー、資材たっぷり。レール、あれ、どっか閉まったよ。レールもいっぱいあるね。レール、パワードレール、レバー。
バーが。あ、押しちゃった。行かないで。はい、戻ってください。はい、というわけで、今回でなんとか多分足りるんじゃないかなと思うんで、向こうに向かって道を作っていきたいと思います。というわけで、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。